クラウン2のレッスン3、タイトルがアクセシブルジャパンですか、アクセス可能な日本ってことでよろしいですか。で、入手できる、手が届く、使える、いける、気楽に楽しめる、ああいいかもねこれね、わかりやすい、影響されやすい、なんやろな。まあ普通考えると2番のいけるみたいなことなんやろうけど、ちょっとまだまあまあ内容分かってないからな、どれがハマるんか分からんけど、今のところは俺の中では、ね、4番の気楽に楽しめる日本とかいいかもね。まあ分からんのでちょっと書かんけどね。でいきますね。Is Japan accessible to tourists with disabilities? Disabilities ってあれやんな、障害者ってことやね。障害持ってる方ってことでしょ？違いましたっけ？そうですよね。ですよね。OK。じゃあ、利用しやすいってことかな？そうなってくると。違います？ちょっと一旦書いておきますね。漢字。こうやな。障害を持って、まあ、障害者って書いておきますね。口やんな。こうやんな。with、まあまあ、この場合は、にとってでいいんじゃないですか。あ、じゃあ、障害を持ったや。待って、障害を持ったにしよう。これ、with が何々と一緒の何々を持ったってことや。で、ツアリスト、観光客やな。だから、障害を持った観光客にとって、この to は、まあ、矢印の to ですよ。前置詞の to。後ろ名詞来てるからね。で、まあ、にとってとか言うたらええんちゃう。にとって日本っていうのはアクセシブルだろうかってことですね。疑問文やから。もともと、元の文章は Japan is accessible って書いてあるんだ。日本は、アクセシブルですの疑問文やからでしょうかってことや、ね。だから、まあ、要は利用しやすいでいいんじゃない？その場合は。ちょっともう一回見ておきましょうか、これ。利用しやすいはないんですけれども、ものことがちょっと簡単にニュースで、でも簡単に使えるやもんな。うん、それでいいやろ。この1番の、括弧簡単に使えるってあるもん。だから使いやすいかってことでしょ。そうでしょ、そうでしょ。ね、able to be easily obtained and or used やから、簡単に使いやすい。まあ、使いやすいでいいでしょ、これね。ね、利用しやすいにしとくで。安いは漢字じゃなくていいか、漢字書いてもだけど、利用しやす、やん、ひらがなにしとこうか、とりあえずな、の方が分かりやすいか、利用しやすいです。はい、でいきましょう。まあまあ、障害を持った観光客にとって日本っていうのは利用しやすいでしょうかと。で、ジョシュ・グリスデイルかな、ジョシュ・グリスデイルグリスデイル、そうやな、グリスデイルやな。まあ人の名前ですよ。で、ここコンマ来て、フー来てますから、あ、ちなみにこんな人ね、言うて、補足情報の、まあ多分、カッコンマでしょ。後ろどうせまたコンマ来るんじゃないんですか。はい、来ました。ありがとうございます。ここね。こうや。なんとかかんとかな、ジョシュ・グリスデルは、This case is this question ってことよ。簡単に言うと、もうここだけですよ。ジョシュ・ディスデイルさんは、この問題について議論します。ということです。ね、ただ、まあ、初めて出てきますから、どんな人かいう補足情報がこの括弧の中に入っとんねんな。Who runs the website Accessible Japan ですね。Run は、この場合、経営するとかいう意味があんねんか、Run には。で、まあ、後ろがウェブサイトで来とうから、運営にしますか。ね。こういう風なサイトを運営しているにしよう。運営って、こうでやったっけ、運営って。運営する。で、いいですか？ね。アクセシブルジャパンっていう多分タイトルなんでしょうね。利用しやすい日本っていうウェブサイトを運営している、ジョシュ・グリスデルさんは、この疑問について議論していますよと。ちなみにこれ気をつけておいてくださいね。discuss って言ったら、これ about つけたらあかんで。ね。何々について議論するっていうふうに言うから、なんか、あ、about いるわってなるけど、ちゃうで。いらんからね。これ気をつけてくださいよ。discuss 何々っていうふうに後ろに名詞取りますからね。
で、行きましょう。まあ、本編、ようやく本編や。言いますね。When I was 6 months old, I was diagnosed with severe cerebral palsy. もう、難しい。発音しにくいわ。わからん単語いっぱい出てきますね。まあ、私が6ヶ月のだった時やな。まあ、生まれて間もない。まだ半年ですよ。の時に、I was diagnosed とか。何やったっけ？診断するとかやった。で、まあ、今回 B と B プラス過去分詞やから、受け身は診断されるとはじゃん。はい、正解です。ありがとうございます。診断されるってことやな。OK。B プラス過去分詞なんで、受け身ね。で、診断、ってこうやった。されたですね。with 使うんですね。何々と診断されたでいいでしょう。もうこれなん、with もだからもうセットにしとく？なんやったら。さっきの、ちょっとごめんな。diagnose のとこに with ついとったなんか。そうやな。as とか with やな。as の後は、形容詞、動名詞。with やな。with もセットで覚えておこうか、これ。diagnose with 何々で何々と診断する。だから、こうセットです。was diagnosed with 何々と診断されたですね。severe cerebral palsy。パセリじゃないわ。パセリじゃないよね、絶対ね。パルシーか。ちょっとわかんないですけど。セレブラルって何ですか？大の脳の。セレブロみたいなやつか？脳、まあ、なんせ脳のな。でもついでにこっちも見とこう。脳のパルシーは、ポールジーやって発音。ポールジー。麻痺ですか？また漢字が難しい。脳の麻痺や。これ発音合ってたこれ。セレブラルでいいですか？セレブラル。まあ、左か？セレブラルですか？セレブラル、まあ、右忘れた。ポールジーか。ポールジーやな。ポールジー。セレブラルポールジーです。これで、脳の麻痺。麻痺。は、病誰でしょう。で、こんなんやった？ひみこみたいな字やってる気がするね、さっき見たら。こうでしょう。ね。脳の麻痺、まあ、シビアは重度のってことやろ。重いってことですよ。重度の脳の麻痺だと診断されましたと。6ヶ月の時にね。大変。で、I have used an electric wheelchair since I was 4 years old. まあ、since なんちゃら来てますから、こっちから言っときます。なんちゃら以来やろ。私が4歳の時からずっと、電気車椅子ですね。電動車椅子、を、使い続けていますよと。完了形ね。ずっと使ってますよってことや。で、その次。I was born in Canada, but now live in Tokyo. 東京住んではんねや、今。私はカナダで生まれましたが、今は東京に住んでいますよと。で、これ、コンマ ING 来てます。分子構文ですね、これね。コンマ来て ING なんで、これも分子構文。分子構文。時、理由、条件、結果、情報、付帯状況とかやっちゃうな。構文。はい。まあ、どれかでうまいこと。要は、接続詞と主語が欠けてんねん。で、主語が欠けてんのなんでか言ったら、前の主語と一緒やからやで。ね、わざわざ言わんでもわかるでしょぐらいな感じのやつやから。だから省略しとんねん。なら、後ろが working at a care facility。これは、福祉施設とかですか？介護施設とかですか？その辺ですね。多分ね。care で出るかな？ care facility とかで出ます？あ、でも一個目にほら、もう世話とか介護って出てるもんな。介護施設にしましょうか。これで。よいしょ。介
5。よいしょ。施設、施設やで、施設。こうや。はい。介護施設で働きながらかな。この場合やったら、不対状況的な感じで訳したらいいんじゃない？働きつつ、働きながら東京に今住んでいるんだよ、という感じやかな。まあ、働いてでもいいやろし。うん。住んで働いています。まあ、そうやな。普通にそのままの流れでもいいけどな。東京に住んどって、そして介護施設で働いています。でもいいやろ。まあ、なぜ繋がってますよ、いう話や。接続詞が消えてるだけね。見えなくなっただけやから。で、次行きましょう。My job is to manage a website for a group that runs nursing homes, kindergarten, and nursery schools ですか？私の仕事っていうのは、マネージすることだと、管理することなんだよ、やな。何を言ったら、あ、ウェブサイト。サイトを管理することなんですと。何のために言ったら、for a group。ざっと以下のグループのために。runs, じゃあ、ざっと以下のじゃないわ。これごめん。関係代名詞だわ。よいしょ。ここ。よいしょ。こうだね。こういう風なグループってことや。runs, run はこの場合は、さっき言うたね、ここで言いました。運営するの前に、俺、経営する言うたろ。その経営でいいでしょ、この場合は。よいしょ。経営は、どうしたらいいですか？こうですか？経営する。nursing home やから、これもさ、sir 言って、なんで R 入ったん今。これも sir 言ってるけど、看護、保育、ホームス、nursing home。まあ、これもだから介護施設でええんじゃないの？何がちゃうんやろね、さっきのやつとね。看護、介護の仕事、看護施設の絵か。で、キンダーガーテンは、これ幼稚園ね、こいつね。ほんで、ナーズリースクールは、あれですか？看護学校とかですか？で、いいですよね、多分ね。ナーズリースクール。あ、ちゃうわ。ここ、ナーズリースクールで保育園って書いてるわ。1番の3行目のとこ。3から5歳児が通う保育園のことを、ナーズリースクールっていうのって、だから保育園とか、幼稚園とか、まあ、介護施設でいいと思うんですけどね。を経営しているグループのための、ウェブサイトを、管理することがこの人の仕事なんだということですね。はい。で、その次いきます。You may wonder why、あなたは、may はかもしれないってことやね。で、wonder why で、何々じゃないのかしらと疑うってことや。なんでなんじゃらじゃないんやろうって疑うってことですね。ね。どうしようかな。一個一個行く？ Wonder why、まあ、Wonder why でいいよな、セットで。まあ、そうやな。なぜ何々なのかと不思議に思う。ちゃう、ぎー言うてもた。不思議に思うや。で、メイがまあついてますから、かもしれませんってことだよね。こっから後ろは、I came all the way to Japan despite my physical condition ですか？はいはいはい。All the way! はるばるって言ったよ、これ。はるばる。なんで私がはるばる日本へと来たのかやな。で、despite は、in spite of と同じ意味を持つやつや。何々にもかかわらずです。in spite of で、何々にもかかわらずですね。かかわらず。私の身体的なコンディション、状況ですね。にもかかわらず、要は障害を持ってはるんだな。障害を持ってはるにもかかわらず、なぜはるばる私は日本に来たのだろうかと、あなたは不思議に思うかもしれませんと。ということですね。が抜けてました。はい。で、その次。When I was in high school、私が高校におったとき、高校生だったとき、
I took Japanese language classes、日本語クラスを受講しとったと。で、the more、あ、来た。どうせ the more、はい、来ました。ありがとう。the 比較級、the 比較級やね。これはね、何々すればするほどなんちゃらだよね。the 比較級、the 比較級な。the 比較、まあ、一応最初の t 大文字にするか。文の始めやし。the 比較級、にょろにょろ、ちょん。ザ・比較級、ちょんちょんちょん。っていう文章で、にょろにょろ、すれば、するほど、ちょんちょんちょんだ。ってことやで。ますますって言うてもいいかな。ますますちょんちょんちょんだ。ぐらいな感じや。だから、I studied about Japan。日本について学んだら学ぶほど、学べば学ぶほど、I wanted toThe more I wanted to see Japan with my own eyes. 日本を自分自身の目で、見たくなったということやね。日本について勉強すればするほど日本を見てみたいってなったってことや。で、その次。In 2000年に I received a gift from my father. お父さんから、贈り物ギフトをもらったよ。プレゼントもらったよと。受け取ったね。レシーブ。このコロンは、つまりそのギフトって何やねんっていう詳しい具体的な内容のやつね。A one month trip to Japan. 1ヶ月間の旅行や。日本への1ヶ月間の旅行です。このハイフンは、まあ、何度か言ってますね。形容詞のアンドな。よいしょ。1ヶ月ではなく1ヶ月のってことね。何々のってつけといて、ね。1ヶ月の旅行ですと。で、After doing a tour in Asakusa ですが、Asakusa へのツアーを、した後、行った後、まあ、行ったっていうか、行ったやな。行った後、My father and I were on my, on our way back to the hotel. On one's way. だから、なんちゃらの道中やな。でまあ、バックがついとうから何々戻る途中でいいんちゃう to the hotel. この to は矢印の to ね、ホテルに戻る途中やな。私のお父さんと私は、ホテルに戻る途中だったと。で、we got to the website じゃないわ、サブウェイや、サブウェイ。サブウェイ entrance, but we couldn't find an elevator ですか。get to 到着するね。よいしょ。到着。よいしょ。で、まあまあ、過去形ですから、到着したりしておきますね。サブウェイは地下鉄です。地下鉄のエントランス入り口に到着しましたが、we couldn't find an elevator. エレベーターを見つけることができんかったと。そやね、車椅子移動やからな、だからエレベーターなんか困りますよね。で、not knowing what to do, we asked where the elevator was. まずここ、分子構文。まあまあさっき上で言うたけども、要は接続詞と主語が欠けてるのが分子構文ってやつやねんな。で、基本的にこう ing から始まると、まあ、しかも ing から始まってここもあるからな。こういう風な構成になっとったら分子構文ってやつで、時、理由、条件、結果、情報、付帯状況、そのあたりで訳しますよと。なんちゃらな時とか、時、理由やから何々なのでとか、もしなんちゃらなら条件やろ。時、理由、条件、結果、何々したその結果やろ。時理由条件結果情報。情報っていうのは、何々だがっていう意味です。だから、付帯状況。何々しながらってやつよね。の、まあまあ、そのあたりで訳せんね。で、前にノットがついとったら、なんちゃらじゃないので、みたいなさ、否定的な意味が入ってくるのよね。否定的な意味つける場合は、この ing とか、過去分詞とか、その、まあ、分子構文の前にノットつけます。だから、what to do、何をすればいいかがわからなかったのでかな。とりあえず、ま、これ。何をすればいいかっていうのが what to do です。ね。何したらええんかが knowing、わからなかったのでかなぐらいな感じでしょう。今回は。we asked だって後ろ we asked って聞くからな。私たちは尋ねたってことだから。We asked where the elevator was. どこにエレベーターがあるのかな。Where 主語動詞の順番で来てますよ。いいね。Where 主語動詞でどこに何々主語が
どこで主語が動詞するのかみたいな感じや。まあ、今回はわずやからあるみたいな意味やんな。どこにエレベーターがあるのかを尋ねたってことです。OK。ここの部分は、わからなかったので、のででいいんじゃない今回は。その時、理由、条件、結果、情報、不対状況、どれを使うのかは、その場合、その場合、その状況、その状況ね。で、合わせて考えたらいいわ。要は、分子構文で、その、主語とか、接続詞が省略されてるのってなんでなんて言ったら、わざわざ言わんでもわかるからってことよ。ね。疲れた、寝た、やったら、疲れたのでって勝手に頭の中補正されるでしょ。それと同じ感じ。ね。言わな、わからへんわ、そんなもん。っていう状態やったら、わざわざこんな省略なんかな、使わんねん。省略使ってるってことは、省略してもわかるでしょってことやから使ってん、ね、だからその文の流れで訳しましょうぐらいな感じです。何をしたらいいのかわからんかったから、尋ねたってことです。で、to our surprise。これも同じあれやね。大事な表現やね。to one's surprise で驚いたことにです。驚いたことに、six subway、employees came and carried me and my 130kg wheelchair down the stairs. 6人の地下鉄の employees はね、従業員です。employer が雇い主側ね、ボス側です。employee は従業員側です。働いてる側ね。6人の地下鉄の従業員が、まあ、要は駅員さんですよ。がやってきて、and carried me、私と私の 130kg の車椅子を carried down だから、下へと運んだってことね。the stairs、階段の下へと運びましたよと。I will never forget that experience。その経験を私は、決して忘れません。It was then that なんちゃらかんちゃらね。ざっと以下のはその時だったってことや。It was then で入れときます。It was then that とか。なんとかかんとかなのが、その、まあ、その時でいいか。その時、なんとかかんとか何でしょう。その時、なんとかかんとかです。みたいな感じ。その時に I dreamed of making Japan my home。 日本 make AB やで A を B にするやね。 make me happy の make です。 A B やな。 make A B で A を B にするや。 make me happy で私を幸せにするやで。今回のやつやったら、日本を私のホーム、故郷にしよう、するという夢を持ったってことや。これ、dreams 動詞やから、愛の次やからな。主語の次、人から動詞です。夢じゃなくて、夢を持つとか、夢にする、みたいな意味だな。ということで、まあ、これざっと接続詞のざっとな。こうや。ざっと以下のこと、私が、日本を自分の故郷にすると夢見たのはその時であるということですね。はい、ということで、これでパート1ですが終わりました。はい、お疲れ様でした。